まあ、合宿ではその表現トレーニングっていうのがいつもの練習とは違ってスケジュールに組み込まれているので、そこでしっかり腕の使い方だったり表現の見せ方だったりを学んで滑りに生かしたいです。シニアに上がって感じるプレッシャーとか不安っていうのは今はあんまり感じてないです。まあ、いつもやることはその自分ができることを本番で出し切ることなので、多分基本的に自分がやることは変わらないからかなと思います。まあ、昨シーズンの全日本ジュニア全日本ですごく自分でもその時できていたことが本番でできて、それはすごく自分が目標にしていたこともしっかり達成できたので、すごく大きな自信にはなりました。4月の最初に自粛に入って、その後初めて滑ったのが多分6月1日からで、現在の練習は、まあ、人数制限がある中でなんですけど、まあ、自粛になる前の練習量とほぼ変わらず練習できています。まあ、トレーニングはもちろんその体力だったり筋力を落とさないようにまあ、先生にメニューを組んでもらって、あとはその昨シーズンの前半に腰を怪我してしまっていて、たこともあって少し体全体がその固まっていたりもしたので、ストレッチだったり柔軟をすごく重点を置いて過ごしました。もうほとんど痛みもなくなって、去年はその腰が痛かったのでレイバックスピンとかをまあ控えていたんですけど、今シーズンではレイバックスピンもしっかり入れられるようになったので、スピンでのレベルもしっかり取れるようにしていきたいです。自粛入って最初はやっぱりこんなに長期間休むことが今まででなかったので、すごい感覚とかがなくなったらどうしようっていうふうには思ってたんですけど、トレーニングでまあ体力を落とさないようにして、回転練習だったり陸でも曲掛けの練習をして、まあ感覚をなくさないようにっていう工夫はして、あとまあやっぱり最初に滑った時はすごい滑るっていう感覚自体がすごくやっぱり楽しいなって改めて思いました。フリーは昨シーズンのプログラムをそのままもう一回使用する予定で、ショートはまだどちらを使うかは決めてないんですが、昨シーズンのものとあと、西野勇輝選手が前に使っていたショートプログラムをその黄昏のワルツっていう曲なんですけど、それを今は同時で練習しています。まあ、最初はその海外に振り付けに行く予定だったんですけど、それができなくなってしまって、まあショートプログラムもフリープログラムも同じ、まあ、プログラムを使用する予定だったんですけど、まあ来シーズンの振り付けでいただく方、振り付けていただこうと思っている方がその西野さんのショートプログラムを振り付けている方で、その先生とも相談して、まずはエキシビションっていう形で来シーズンの振り付けのための動きの練習も兼ねてっていう形で練習し始めました。まあ、自粛明けてからやっと、まあ、自粛に入る前の自分ができていたジャンプの状態が戻ってきていて、で、まあ、トリプルアクセルだったりは練習を始めました。
大学での授業は今はオンライン授業になっているので学校に通うっていうことはないんですけど、まあ、授業と練習の時間をうまく組んで、まあ、Zoom などだったり、まあ、オンデマンドの授業をしています。まあ、北京オリンピックに出場することは、まあ、自分の中で大きな目標にしているんですけど、まあ、シニアまだそれにはやっぱりシニアにで戦うための滑りだとか、まあ、ジャンプも不安定になってしまうことがよくあるので、しっかりと安定した力をシーズン通して、ちゃんと保っていけるようにしたいです。今シーズンはそのやっぱり予想していたことがなくなってしまったり、まあ、いろいろわからないことも多い年なので、試合に目標は置くんですけど、それがなくなった時に自分のモチベーションを落とさないように、普段の練習っていうのも、まあ、細かい目標っていうのをすごく意識して練習していきたいと思います。